ではまずビフォーの状態についてどんな長さだってどんな色だったかというのを教えてください。まあ結構セミロングの状態で、髪の毛自体はかなり柔らかいの で結構普通にしてると髪の毛がかなり ペタンというか落ちちゃうストンって落ちちゃうような、髪質猫系の感じですね。色は本人のいや、あれは、アクアの、ちょっとトーンが上がってたのでアクアの、6トーンと、アマランスとチャコールという、青とグレーと紫を混ぜてでちょっとだけトーンダウンさせたような状態になります。はい、今回カットとパーマでの変身でしたけども、はい、全体として一番狙ったのはどういうポイントでしょうか。実際彼女は今、髪の毛を伸ばしていきたいというところもあるので少し髪の毛が傷んでいるところを3センチぐらい切らせていただいてでそこにレイヤーを入れてでこうパーマをかけることによって、もう毎日 その朝スタイリングするときに簡単に決まって、すごい抜け感とかおしゃれな感じが出るっていう結構やっぱりこう小手でずっと髪の毛を巻き続けるとどうしても髪の毛が傷んじゃったりとか硬くなったりとかしちゃったりするので、そのパーマ剤も化粧品分類のそういったパーマ剤で巻くことによってちょっと柔らかさと緩いんですけど結構こう髪自体がもともと柔らかいのでそこでこう結構ふわっと動くような質感を作ってるっていう感じですね。楽ちんだけどちゃんとおしゃれ抜け感っていうのがそうですね。はい、もう普通に揉み込んで乾かしていくだけであえてふわっとなるんでなんかそういう風な質感が出せるとなんか美容室だけじゃなくてお家でもすごいおしゃれにできると思うんで、じゃあ具体的にカットの方は、痛みの部分でレイヤーを入れたっていうことなんですけどレイヤーはどのあたりにどういう風に入っているんでしょうか。鉢植えにローレイヤーが入ってるんですけど実際そのカットがこう綺麗に切られてなかったら跳ねたりとか動きがまとまらなかったりするんですけど実際彼女自体ずっともう最近僕が切っていてもうモデルさんいろいろやってるんですけどもう僕のところで髪切り始めてからはその寝癖がもう全くつかないっていう起きた時にもういつも寝癖がついてたのに寝癖がつけなくて感動してっていうところでもう僕がやりたいことをもう全然彼女自体が何でもいいっていうタイプなんですけどただ彼女自体は髪の毛伸ばしたいっていうところもあって江崎さんが言うんだったら何でもいいですって言うんですけどちょっとその彼女がこれから髪の毛伸ばしやすかったりとかまたその一個違う部分で楽しめるっていうところでそうですね鉢植えにちょっとローレイヤーを入れてっていう感じですかね。鉢植えのローレイヤーっていうのは見た目とかに関してどういう効果があるんですか。結構例えば髪の毛がこう伸びていくと間延びした状態になるんですけどそこにこうレイヤーが入ることによって顔際よりやや下のところに柔らかなこう膨らみというか動きが出るようになるのでよりなんかこう髪の毛を乾かしたりとかした時に質感がこうふわっと出てくれるというか。で結局パーマっていうのはそういうもともとカットで狙ったところを動かすためのものなのでパーマをかけたから動くっていうよりはカットの動く部分をにアクセントをかけてあげるっていう感じでなんで、仕上がりのところも結構こう中間ぐらいからこうふわって動いてると思うんですけどそういったちょっとこう部分に、1.5 回転ぐらいのちょっとカールを入れてっていう感じで。そうですね、動きを出した感じですね。 1.5 回転ぐらいのカールっていうのは、差し押したロットですとか、はい、巻き方っていうのはどういうふうに27ぐらいですかね、あれは32とか、はい、太めの、そうですね、太めの結構太めのロットで、で、後ろは4パネルこれもしかしたら間違ってるかもしれないですけど顔ギアは2パネルで、もう上下に分けることによって下の部分に出てほしい部分と上の乗っかるところ、レイヤーの部分に動きが出るところと分けてちょっと巻いてるので、
まあ、その要はもともと動くところについてるっていう感じなんで、こう乾かしていくだけでふわふわ動くっていう。コスメ系の、はい、ちなみに どちらの、アリミノさんのプリズム、あ、そうですね、コスメカールのプリズムプラス、はい、の H ですね。これもかなり、これで大体巻いとけば失敗はないっていうか、はい、優秀な、はい、優秀ですね。ありがとうございます。はい。じゃあその乾かし方と仕上げ、スタイリングの仕方、はい、まあ、もう根元からしっかりとこうシャンプーするみたいに乾かしてもらって、ある程度乾いてきたら中間毛先を揉み込みながら乾かすっていう。でも、そうですね。で、普段朝起きた時とかはちょっとこう水を含んであげて、それを中間毛先揉み込んであげるだけであのパーマが復活するんで、そうした後にちょっとクリーム系のスタイリング剤をまあ真珠台ぐらいで取って、で後ろ横前の順番で揉み込んであげる。さあ、こうふわってなってくるんで、で中間より上の部分を動かしたい時は、まあ、そこもまたこう揉み込んでもらったり、ちょっとこう触ってもらうと動きがつくので、そういった感じでスタイリングしてもらうといいかなと思います。クリーム系のスタイリング剤を使うというのはどんな理由が？パーマっていうのは結構水分量がなくなってくるとパサついてきたりとか、ちょっとこう乾いた感じになってしまうので、少しそういう、まあ、オイリーではないんですけど、少しちょっと油分があるような質感のものを使ってあげると、髪の毛に膜を作ってあげて、より髪の毛がまとまりやすかったりとか、こうふわっと動きやすくなるので、だいたい水で濡れてる時がパーマっていうのは出るんですけど、まあ、出すっていうよりはその元々のこの動きをきれいに出したいっていう時に、クリームだと無駄にこうパーマの質感を強くすることもなく、いい状態でそれをホールドしてくれるんで、なんでちょっとクリーム系の、スタイリング剤を使ってあげると一番合うかなっていうのは。今回のスタイルはもうモデルさんご本人だと思い上げましたけど、はい、どんな女性、まあ、ライフスタイルとかファッションとか、はい、まあ、やっぱりこう大人の女性って朝から支度することがすごく多くて、でその中で、まあ、もちろん OL さんとか社会人の方もそうなんですけど、まあ、お子さんがいる方とか、やっぱり朝どうしても自分の時間というよりは誰かの時間になっている方が結構多いと思うんですけど、そういう中でパーマだったらもうメイクし終わった後に一瞬でスタイリングを作ることができるんで、結構コテとかだと毎日同じような状態にならなくちゃいけないっていうところのなんか規則性があると思うんですけど、パーマはもうそこにもういいカールがあるんで、ちょっと乾かした時に出てくる雰囲気とか、そういった質感がすごく可愛くなるから、結構もう面倒くさがり屋の女性とか時間がない方とかにすごくおすすめなのかなって思います。そういう人たちで可愛くなりたい人っていうか、はい、そうですね。けどあれで髪の毛結んでもすごい可愛いし、さっきも帰る時に今から職場にちょっと店に行こうかって言ってて、そうなんかすごいちょっとこうパーマがかかるだけでやっぱり質感とかおしゃれ感がグッて上がるんで、まあ、やっぱこう衣装着てたらまた衣装に合わせてってあると思うんですけど、私服だとまあフードかぶってたりとか、さっきああいうちょっとラフな感じだったから、よりなんかこう海外っぽいというか、はい、すごい喜んでましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。